クリント・ホッキングは、カナダのゲームディレクター、ゲームデザイナー。UBI ソフトで、スプリンターセルや、ファークライン2などに関わり、ルーカス・アーツ、バルブ・コーポレーション、アマゾン・ゲーム・スタジオにも短期間在籍していた。1972年9月18日、カナダのモントリオール出身。ホッキングは、バンクーバーにあるブリティッシュ・コロンビア大学で美術の修士号を取得している間に、 ウェブサイト会社のライターとしてキャリアをスタートさせた。この間、彼はアンリアルエンジンを使用したモッド制作やゲームのレベル制作などを行っていた。この経験を活かして、彼は UBI ソフトモントリオールになんとなく履歴書を送り、新規ステルスアクション、スプリンターセルのレベルデザイナーとして採用された。開発中に、 脚本家とゲームデザイナーの両方がプロジェクトを離れ、ホッキングはレベルデザイナーに加えて、その二つの役割も引き継いだ。スプリンターセルは、非評価から高く評価され、レビュー収集サイトのメトクリティックでは、世界的な賞賛を受けた。スプリンターセルの発売後、ユビモントリオールは、スプリンターセルカオスセオリーの開発を始め、ホッキングは引き続き脚本家とリードレベルデザイナーを、 努めたアルファ版の頃、クリエイティブディレクターを依頼されるも、すでに二つの役職を持っていたため当初は辞退した。しかし一週間後に考えが変わり、結局引き受けた。二年間の開発期間中、ホッキングは週に80時間働いていた。この仕事量は、同僚と過ごした時間を忘れてしまうなど、彼の脳にダメージを与えたと語っている。 カオスセオリーは発売と同時に非評価から絶賛され、商業的にも成功を収めた。ホッキングはその後すぐに、オープンワールド形式のファーストパーソンシューティングゲーム、ファークライにで、クリエイティブディレクターとして、開発を開始した。発売と同時に、ファークライにはは、評価からも好評を博した。ただ、作動不良を起こす重機や、たびたび発作を起こすマラリアなど、 賛否両論な部分もあった。2010年5月、ホッキングは居心地が良すぎると感じ、新たな挑戦を求めて9年勤めた指モントリオールから去った。3ヶ月後、ホッキングはサンフランシスコに拠点を置く、ルーカス・アーツに未発表プロジェクトのクリエイティブディレクターとして入社した。しかし2012年6月、ホッキングは 新しいゲームをリリースすることなくルーカスアーツを去った。彼は新たなことに移りたいと述べており、ルーカスアーツではどのようなプロジェクトに携わっていたのかは不明だが、その2週間後、ホッキングはシアトルにあるバルブコーポレーションに不特定多数の役職で入社した。2014年1月、またもホッキングはゲームをリリースすることなくバルブを去った。同年4月、 同じくシアトルに拠点を置くアマゾンゲームスタジオに入社。キンドルファイア向けの不特定多数のプロジェクトのシニアゲームデザイナーとして働いていたが2015年8月に退社した。ホッキングは新しい人たちと仕事をするのは楽しいが7年間ゲームを出していないことに気づいて人々がプレイするようなものに取り組みたいと語っていた。またアメリカで グリーンカードを取得することの難しさと3回もビザを取得していたことがカナダに戻りたいと思ったもう一つの理由という数日後彼は指のトロントスタジオに戻りそこにはスタジオの設立にも関わった自分も知っている人物も多く残っており彼らとの再会に興奮していたことを語っているスタジオでの最初のプロジェクトは E32019 で発表されたゲーム ウォッチドッグスレギオンのクリエイティブディレクターであった。ホッキングによれば、ウォッチドッグスと、ウォッチドッグス2を手掛けた開発者のほとんどが、ファークライ2の時に、彼のチームの一員であったという。レギオンは2020年10月29日にリリースされ、おおむね好評なレビューを受けた。ホッキングはこれまでのキャリアを通じて、ビデオゲーム雑誌、エッジに毎月コラムを執筆している。 2008年のゲームデベロッパーズ、チョイスアワードでは、ゲーム業界のベテランであるラフコスター、レイミュージカ、ライアン・レッサー、ブライアン・レイノルズと共に、特別賞受賞者を選ぶ諮問委員会の一員にもなっている。2007年のブログ記事で、ホッキングは、ルードナラティブ・ディソナンスという言葉を、ゲーム上の物語と実際のプレイ上での不調和を表す言葉として使用した。 ルードナラティブとは、ルドロジーとナラティブの複合語である。この記事で彼はバイオショックを批判し、物語は主人公に無視であることを望んでいるが、ゲームの実際のプレイは、リコ主義と権力の追求に依存していると感じると述べている。カナダ人で妻と一人の息子がいる。ありがとうございます。